スタニスラウ・フランチシェクス・ソサボフスキーは、第二次世界大戦中のポーランドの軍人である。ソサボフスキーは自由ポーランド第一、パラシュート旅団旅団長として、マーケットガーデン作戦時、アルンヘムで戦った。ソサボフスキーは1892年5月8日、リバーノ・フランキーウシクの鉄道労働者の息子として、生まれた。彼は、ギムナジウム卒業後の1910年、 クラックフのヤギエオを大学の経済学部に入学した。しかし、父親が死去したため、家庭の経済状況が悪化、そのため大学を断念して故郷へ帰った。そこで、ソサボフスキーは、半ば公認の軍事スカウト組織、ポーランドライフル分隊に入隊した。彼はそこで頭角を表し、すぐにその地区長に昇進した。1913年、ソサボフスキーは、 オーストリア・ハンガリー帝国軍に採用され、訓練後には五条に昇進、第58不評連隊に所属した。第一次世界大戦勃発後、ソサボフスキーは、ゴルルツェ、デュクラ、ジェシフで、ロシア軍と戦い、その勇敢さを称えられ、勲章を授与し、中尉に昇進した。1915年、重傷を負い、後方へ移動となった。九百十八年十一月、 ポーランドが独立を回復すると、新設されたポーランド軍へ志願したが、傷が癒えてなかったため、前線には送られず、ワルシャワにある国防省の参謀将校となり、事務を取り扱った。ポーランドソビエト戦争後の1922年、ソサボフスキーは、少佐に昇進、ワルシャワの高等陸軍学校へ入学した。卒業後、彼は参謀に任命され、1928年、 中佐に昇進、大隊長として、第75不評連隊に赴任した。翌年、第3ポトハレライフル連隊副隊長に、昇進、1930年からは、母校で、軍物流関連の教授も兼任した。1937年、ソサボフスキーは、大佐に昇進、ザモシチに駐屯する、第9ポーランド不評連隊に、連隊長として配属された。さらに、 1939年1月、ワルシャワを本拠地とする伝統ある、舞台、第21不評連隊、ワルシャワの子供たちの連隊長に任命された。8月29日、ドイツがポーランドへ侵攻することが濃厚になると、ポーランドは動員計画を発動。第21不評連隊は、ワルシャワの第8不評師団に所属しが、ドイツ軍によるポーランド侵攻作戦発動直前、 部隊は、ワルシャワ要塞からチェハヌフへ移動。そこで、戻り軍に所属、戦略的予備とされた。9月2日、師団はムワバへ移動。翌日早朝には、ムワバで、ドイツ軍と戦闘に入り、プシャスニシと第2目標は、確保したが、その以外の部分は、ドイツ軍が包囲、占領した。その後、ソサボフスキーは、部隊に、ワルシャワ方面へ撤退するよう命令した。 9月8日、部隊は、モドリンの森に到着し、第8不評次第は、再編成されたが、第21不評連隊は、ユリウス・ズラウフ将軍配下に配属された。数日間、防御戦を行った後、部隊は、ワルシャワへ、移動、9月15日に到着した。到着と同時に、連隊は、ワルシャワの東部、クロフブ地区、プラガ地区を、 ドイツ第10不評師団から防衛するよう命令された。ワルシャワ包囲戦の間、部隊は、兵数、火力で劣ったが、なんとか防衛を果たした。9月16日、プラガにおける攻撃が始まると、部隊はドイツ第23不評連隊を撃退、撃破した。この成功を受けて、ソサボフスキーは、クロフ部で戦う、部隊全体の指揮を取るよう命令された。毎日続く、 ドイツ軍による攻撃と爆撃にもかかわらず、ソサボフスキーは、なんとか犠牲者を抑えながら、クラフブを維持した。1939年9月26日、ソサボフスキーは、ドイツ軍の攻撃を撃退したが、これが最後となった。翌日、ワルシャワは降伏した。9月29日、ワルシャワのポーランド将兵が、ドイツ軍の捕虜収容所へ向かう前に、ユリウス・ズラウフ将軍は、 ソサボフスキーと第21不評連隊にポーランド軍最高の勲章であるビルトゥティミリターリ勲章を与えた。ポーランド降伏後、ソサボフスキーは捕虜となりジラルドフのキャンプに収容されていた。しかし、ソサボフスキーは脱出、偽名でワルシャワに隠れ、ポーランド地下組織に加わった。その後、占領下のポーランドの情報を持って、 フランスに移動するよう命令され、ハンガリー、ルーマニアを経由して、パリに到着。そこで、ポーランド亡命政府は、ソサボフスキーは、不評連隊隊長に任命、自由ポーランド第4不評師団に配属された。フランス当局は、ポーランド人部隊が必要とした武器、機材を渡すことを嫌がったため、部隊は、第一次世界大戦時の武器で訓練を行わなければならなかった。 1940年4月、師団はパルトネで訓練を行っていたが、1月より待たされていた武器、機材をようやく入手した。しかし、師団を組織化するには、すでに遅すぎた。総員1万1000名のうち、3150人が武器を与えられ、師団長、ルドルフ・ドレシェルは部隊に、大西洋沿岸へ撤退するよう命令した。 1940年6月19日、ソサボフスキーと、将兵約6000名は、ラパリスへ退却、イギリスに渡ることとなった。ロンドンに到着すると同時に、ソサボフスキーは、ポーランド軍将校として、将来自由ポーランド第4不評士団の中心部隊となる第4ライフル旅団へ配属された。部隊は主に、ポーランド系カナダ人から形成されることになっていたが、 後に師団を設立するだけの人数がカナダにはいないことが明らかになった。そこでソサボフスキーは部隊を空挺旅団に変更することを決定、自由ポーランド軍初の空挺部隊であった。すべての陛下の旧ポーランド軍将兵が入隊を希望、ラーゴハウスに滞在し、空挺訓練を開始した。ソサボフスキーも49歳であったが、空挺訓練に参加した。部下は、 ソサボフスキーは厳しいが優秀な指揮官であると評価した。しかし彼は衝動的で厳しいため反対意見にも容赦しなかった。このためポーランド空挺部隊の創設を可能とはしたが上司との関係には問題を生じた。1942年10月、旅団は訓練が終了。自由ポーランド第一空挺旅団と呼ばれることとなった。 軍首脳はポーランドでの民衆放棄に助弾を使用する予定であり、第一空挺旅団は祖国へ最初に戻る舞台となる予定であった。それゆえに非公式のモットーは最短距離でとされた。1944年8月初旬、ワルシャワ放棄のニュースがイギリスに到着した。旅団はポーランド国内軍を援助するためにワルシャワへ降下し、 圧倒的不利の中でも必死に戦う準備ができていた。しかし、輸送機が往復できない距離であり、また、ソビエト赤軍の飛行場の使用が拒否された。そのため降下の目途が当たず、旅団は反抗するかと思われるぐらい士気が低下した。イギリス軍は空挺旅団を縮小すると通告したが、ソサボフスキーはそれを拒否、部隊規模を保持した。そして自由ポーランド軍最高司令官。 カジミエシュ・ソスンコフスキーは、イギリス軍に旅団を配属、ワルシャワへ送られる計画は断念された。戦後までソサボフスキーは知らなかったが、医者でありケティワーのメンバーである息子のスタニスワフ、ソサボフスキーは、ワルシャワ放棄中、視力を失った。ブラウニング中将とソサボフスキーポーランド第一、空挺旅団は、 連合軍のマーケットガーデン作戦に参加することになったが、輸送機が足りないため、旅団は分割され、蓄次降下されることとなった。ソサボフスキーと旅団の文献隊は9月19日、オーファーベートベのダリエルへ降下したが、残りの部隊が遠く離れたフラーフェに、ドイツ軍の待ち伏せの中降下した9月21日、すでにソサボフスキーは移動していた。 旅団の訪問はイギリス第一空挺師団と共に降下しており、旅団砲は海上輸送で送られることになっていたため、部隊は効率的に訪問を使用することができなかった。ソサボフスキーはサンド、法以下のイギリス第一空挺師団を救助するために、ライン川を越えて攻撃しようとした。しかし、彼らが使用する予定であった渡し船は沈んでしまっていたため、 ドイツ軍の激しい砲撃の中、ゴムボートで川を渡ろうとした。激しい戦闘の中、少なくとも200人がイギリス軍陣地に到着した。戦線では押されていたが、9月24日、ソサボフスキーは、まだ戦闘は勝利する可能性があると示唆していた。彼はイギリス第30軍団の核部隊と旅団がドイツ軍に全面的攻撃を仕掛けて、 ライン川を突破するよう提案した。しかし、この計画は拒否され、作戦終了間際の9月25日、26日と、ソサボフスキーは、部隊を南へ向かわせ、イギリス第一空挺師団の生存兵の退却を援護した。戦闘における旅団の損害は高く、40%以上と考えられている。戦いの後、ソサボフスキーは、 イギリス軍のフレデリック・ブラウニング中将の批判により、マーケット・ガーデン作戦のスケープゴートにされた。ソサボフスキーは、イギリス軍元帥バーナード・モントゴメリーを非難したとして訴えられたため、1944年12月27日、ソサボフスキーは、旅団長から警備部隊の指揮官に左遷され、1948年7月、除隊した。 この作戦を描いた1977年の映画、遠すぎた橋では、ソサボフスキーを、ジーン・ハックマンが演じている。ソサボフスキーの墓終戦直後、ソサボフスキーは、息子と妻をイギリスに呼び寄せることに成功した。その後まもなく、共産主義のポーランドが成立すると、ソサボスフキーの市民権を剥奪した。 その後、共産主義下ポーランドから追放された多くの戦時地下組織の人々と同じように、ロンドン西部に滞在した。彼は、アクトンの株エレクトリックス社の工場で労働者となり、1967年9月25日に、ロンドンで死去、1969年に、ポーランド、ワルシャワのポボンスキ墓地に埋葬された。2006年5月31日水曜日、ハーグにおいて、 オランダ国王ベアトリクスは第一ポーランド空挺旅団にウィレム戦交渉を与えた。そして旅団長コスタニスラウ・ソサボフスキー少将はブロンズライオン勲章を与えられた。翌日の6月1日、式典は自由ポーランド第一空挺旅団が戦った町ダリエルで行われた。式典にはソサボフスキーの孫、ソ孫ソが出席していた。 ダリエルにあるソサボフスキーのモニュメント。ありがとうございます。